55からのタケノコ生活。みょうがはそうめん以外では食べたことがありませんでした。みょうがのピクルスを先週初めて食べて美味しかったので作ってみました。まずは半分にカットします。次に30秒間茹でます。そして簡単酢につけて1日冷蔵庫へ保管します。1日後オンリーワンの味ができました。おすすめです。ご視聴ありがとうございます。終わり。